夏は冷やし麺ですよね。こういう感じ。どうも、僕です。ということでですね、今回はですね、もう4本目の撮影になりましたので、結構ね、いい感じになってきてます。いい感じに。何がいい感じかというと、結構いい感じになってます。クールダウンしたい。僕の体がホットリミットなのでクールダウンしたいので、冷やせるものって皆さん何を思い浮かべますかね。このほてった体を一番冷やせるのは、冷やしナポリタンですね。ということで今日は満身創痍で冷やしナポリタンを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、材料紹介に行ってみたいと思います。まずですね、冷やしナポリタン、まあこれ何だというとですね、ナポリタンを冷やすやつ。基本ナポリタンです。ナポリタン冷やすと、そうするとどうなるかっていうと、冷たいナポリタンになるんですよね。うん、はい、パスタなんですけども、 1.4 ミリの細麺を使ってください。あの冷製パスタ、こういう細めの麺が一番合います。で、今回 1.4 ミリ、のパスタを使います。はい、ハム、ピーマン、ウォニオン、ニンニクです。じゃあまず冷やしナポリタンを作る前に冷やし粒子を作っていきます。さっきの残りだからぬるいわ。ぬる粒子にして、ピーマンはこう、ヘタをね、こうやって押してあげるとね、そう、ここピッピッピッとね、抜いた時にこう抜けるんですよ。そうそうそう、こうやってね、そうおお、いい感じ、包丁は使いますよ、僕は。こんな感じでね、ピーマン1個 30g をね、このね、半月のこう薄切りにしてくださいね。玉ねぎをサクサク薄切りにしていきます。1/8、まあこれも 30g ですね。 30g か 25g ぐらいのものですね。これはちょっと切って、ハムはね、こうやってね、シュッて切って、千切りにしていきます。こうやってね、はい、こうやった方がね、冷たい麺に絡むんでね、ちょっとね、細切りにした方が僕は好みです。はい、何個作っていいって OK 出たので、ウスターソース、大さじじゃない、小さじ1、サイゼリアで買ったやつ、はい、大さじ1です。大さじ1、ケチャップ大さじ3入れます。これね、最初にね、オリーブオイル測っとくとね、こうやってね、つるっとね、滑ってね、いい感じになるんでね、はい、大さじ3入れます。で、小さじね、1/3、これぐらいですかね。おろしにんにくはね、ちょっとコク出しと香り出しに使うんで、少し1/3。で、ここに黒胡椒も入れちゃいます。シャ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 。で、これでね、ナポリタンのナポができましたんで、じゃあポリタンを作っていきます。はい、それではですね、この鍋に沸かしたお湯があります。お塩を入れていきます。この分量だと多分ね、2-3リットルぐらい入ってるので、小さじ1半ぐらいですね、この量だとね。大体ね、味見してみて、お味噌汁よりちょっと濃いぐらいだったら OK です。火は中火にしといて、ねじってギュー、これグーってやるとなんか入るらしいから、はい、5分茹での麺なんですけども、冷製パスタっていうこともあるので、5分よりちょっと長めに茹でていきます。水で締めるとで固まるんでね、だから5分だからプラス1分で6分茹でていくんですけども、5分の時点で野菜を入れていきたいので5分まで待ちます。はい、じゃあですね、5分経ちましたので、この時点で野菜だけ入れていきます。玉ねぎ、ピーマン。こうすることによって、玉ねぎやピーマンを炒めずに鍋で一緒に茹でることができます。そして完成図を思い描けられるので、これで1分間茹でていきますよ。これだけ薄切りしてるとね、ピーマンと、玉ねぎはね、1分ぐらいで茹でられますのでね。火を止めていきます。野菜ごと水で冷やしていく。もしね、できる方は、氷水で冷やした方がいいです。
流水でも全然大丈夫だと思うんですけども、氷水で冷やしたのがヒヤッとして美味しいです、はい、野菜と一緒に冷やしていきます。1分間茹で上げることによってね、食感はね、ピッと残ってるものに、ね、なりますので、ここにこうギュッとしてハッとして、そのままやってしまうと水気が残ってね、ぼやけた味になってしまいますので、冷やしたこの、麺をね、ここに入れていきます。このハムを入れて、まあ、あとはね、全体的に混ぜていくんですね。あ、いいですね。全体混ぜていきます。夏は冷やし麺ですよね。ちょっと塩加えます。混ぜていただいて、ちょっとね、こう分けて盛り付けるといいんだよね。こういう感じ。この粉チーズをワッサーワッサーとかけていきます。パサリ、はい、こちらですね、冷やしナポリタンの、あれ、これ酒じゃなくて風です。食べていただきます。ない、スペインの白ワインらしいです。やっぱね、パスタにはね、やっぱワイン合わせたくなりますよね。あれ、はい、OK ですね。この冷やしナポリタンに非常に合うと思いますよ。はい、じゃあいただきます。うん、バッチリだと思います。ではいただきたいと思います。いただきたいと思います。うまい。ピーマンと玉ねぎの食感が最高。この振りかかったあのチーズ、ここを冷やしてくれるんですね。うん、おいしい。ケチャップってね、結構ね、あの火を通さないで使うと結構フルーティーな感じが残るので、これがうまい。革命です。野菜の食感がいいですね。生ではなく茹だりすぎてもない、フレッシュな感覚がこの感じを引き立ててるんだと思います。パスタのね、茹で加減も非常にいい。ほんの少しのおろしにんにくが非常に効いてます。あっぱれじゃわい。お弁当にも入れられます。前もって作っておいてお弁当にも入れられるんですね。うん、この暑い夏に冷やしナポリタンと一緒に冷たく冷やした白ワインを煽ってみてごらんなさいな。お家でバカンスですよ。お家でバカンスしましょう。この白ワインと一緒にお楽しみタイムに入りますんで、もう今日は、ありがとうございました。ということで See you next time. Bye bye. ちょっと泡が欲しい。泡が、泡ないの。泡、泡、プレモル、ビールじゃないんだな。シャンパンなんだな。シャンパン、シャンパンよ。